次はね、ちょっとね、悲しいニュースなんですけど、個人的にめちゃめちゃ悲しいニュースがあってですね。はい、続いてのニュースこちらです。実母メンバーシップ加入という事件がありました。ちなみにこれはですね、一昨日発覚した事件となります。こちらですね、何が何があったかと言いますかというとですね、いきなりスバルの母ちゃんからですね、メンバーシップってどうやって入るのっていうメッセージが来たんですね。で、いやエイプリルフールだからって母みたいな感じでですね、笑っていたらですね、まあでもスバルの母ちゃんって本当に機械音痴だから、だから本当に多分スバルのメンバーシップに加入するんだと思ってですね、こうやってメンバーシップは加入するんだよって教えてあげたんですね。そしたらですね、でも誰のメンバーシップに入るか言ってなかったの。だから、いやでもまあさすがにそんなね、実の子供のねがこんな YouTube 頑張ってるんだから、ちなみに母ちゃん、これって、誰のに入るのって聞いたら、いや、〇〇さんだけど、でも全然違う違うホロライブじゃねえじゃねえかっていう、もうね、悲しみのスバルが行われてしまいましたね。ホロライブではなかったです、残念ながら。まあでもね、これを糧にね、もうより良いね、絶対ね、母ちゃんにね、ホロライブのメンバーシップに入ってもらいたい。その心意気でこれからも頑張ってみたいと思います。普通に泣いたよな、マジで。そんな、なんかね、みたいなこと。みたいな。まあ、こういうね、悲しいニュース、これちなみに、ね、エイプリルフールのネタみたいだけど、ネタじゃないからね、こんな悲しいことってあるんだって普通に思ったからね。